最優推定法、最優推定量、これらはですね、統計モデルのパラメータを推定するための手法です。観測されたデータが与えられた際に、そのデータが最も起こりやすい、最もらしいパラメータの値を見つけることを目指します。例えばコイン10回投げて8回表が出たとします。この場合のコインの表が出る確率として、最もらしいのは、直感的にですね、8回、まあ要は 80%、 直感的に 0.8、80% になると思います。実際に最優推定法で算出するとこれ 0.8 になるんですよね。でここからですね、ちょっと、実際の、誘導関数についてですね、報告していきたいと思います。誘導関数自体はちょっと上の方で出すんですが、こちらですね。例えば、先ほどのコインの表が出る確率については統計学でよく用いられる二項分布、これで表すことができて、で二項分布自体は、また別のところで僕書いてるので、二項分布に関してはここに書きますか。二項分布に関しては、よく P で書いたりします。ちょっと θ で書きますか。パラメータで書くと N-K と、これが、ちょっと待ってくださいね、これちょっと移動して、これが2個分布になりますね。はい、これが、コインの出る、表が出る確率を θ で、試行回数を N、表が出た回数を K とした場合に、このようにですね、2個分布を表すことができます。でこれは誰もが知っている二項分布の形だと思うんですけれども、またこのここですね、これを誘導関数と言います。誘導関数というんですね。誘導関数は統計モデルにおいて、あるパラメータが与えられた条件下で観測されたデータがどの程度起こりやすいかを表す関数なんです。つまり観測されたデータがあるパラメーターや複数のパラメーターにしか従う確率分布から生成された時得られる最もらしさですね、これを示します。で例えば先ほどのようにコイン10回投げて8回表が出たと、この時の表が出る確率についてですね、例えばこれさっきのやつを持ってきますか。これを下に持ってきますか。ちょっと待ってくださいね。でこれが誘導関数だとしたら、この隣に書いていきますね。最優推定量がこうあったとして、で誘導関数がこうと。で、これですね。例えば 0.1 の場合、これどうなるかというとですね、10回投げて8回ですよね。でそれで、0.1-8 1-0.1 の、10-8 とこうなるわけです。で、これを解くと 3.6×10 のマイナス70、こうなります。じゃあ10にこれ 0.8 の場合ですね、その場合C-8、ここまで一緒ですね。で 0.8 の8乗を切る、1-0.8 と、でこれが10-8になってイコール 0.3、 このようになります。
それぞれの誘導に注目すると 0. こっちの方がですね圧倒的に、ほらちょっと待ってください、こっちの方がこれ出しますか、それぞれの誘導がちょっと分かりにくくなっちゃいましたね。これで見るとシータが 0.1 の時、シータが 0.8 の時、シータが 0.8 の場合の方が圧倒的に誘導が大きいですよね。なのでこの場合は 0.8 の方が最もらしい。の方がこれが最もらしいですね。最もらしいということになるんです。はい、ここまで来ましたね。じゃあ二項分布の左右推定、これ実際にですね、二項分布の左右推定を行っていきたいと思います。先ほどの通りですね、前述の通り、最もらしくなるようなシータを見つけるのが最優推定となります。で、どのように求める、これですね、この L のこのシータですねの微分が0になる点ですね。つまり、L のシータの、極大点を計算すればいいんです。ただし L のシータをそのまま微分すると計算が非常に面倒なので、ログ自然対数でくくってから微分してみます。で、対数を取った、この誘導関数は対数誘導関数と言われます。では、この式を見ていただければわかると思うんですが、二項分布の左右推定はこの上のような式を、ログを取ってやってますよね。こういうことなんです。で、この下がこうですね。要はログを取るというか対数誘導関数ですね、対数を取った誘導関数になりますので、対数誘導関数はこのようになります。で、ここでですね、積の対数は対数の和に変換できますよね。なのでこの下の式のようになるんです。ここですね、まあ積は和に、積を和に変換して、でさらに、ちょっと待ってくださいね、こうなります。で、微分した値が0になればいいので、これがですねイコール0になればいいんです。で、こうするときに微分した時の値が0になるのはこういうことになりますね。で、最終的にこの値になったのが分かります。分母に N、 分子に K、 これは最初出した、例だとコインを10回投げて表が8回出ているので、この場合ですね、最初の例だと最優であることが分かりますよね。要は、表が8回出た、10回投げて8みたいな形になるのが分かります。
ちょっとここの考え方違うよとか何かありましたら、ぜひコメント欄で書いていただければと思いますが、これが、最優秀推定ですね。ニコブープにおける最優秀推定の、求め方となると思います。で、正規分布の最優秀推定に関してもこちらで、ちょっと書かせていただきます。で、今のでなんとなく最優秀推定ってこういうことかなって分かっていただけたと思うんですけれども、パラメータが2つある例としてですね、正規分布の最優秀推定があります。正規分布の平均と分散の最優秀推定を行う場合、観測されたデータから X1、X2、XN とします。で、これらのデータは独立、同分布で平均をこれですね。で、分散、ちょっと待ってね、ここに平均って書きますか。平均で、で、分散がこうですね。ああ、よかった。平均が、で、分散がこういうことですね。このように、これの事情。とする、正規分布ですね。正規分布の N の これから生成されたものと仮定します。で、この仮定のもとで、正規分布の誘導関数を考えます。正規分布の誘導関数はこのようになるんですね。X1、X2 から XN が与えられた時のすべて X が同じ分布となるので、誘導関数はそれぞれのデータ X の積で表すことができるんです。で、また正規分布では、今言ったパラメータが2つ存在するんですね。平均と分散。なので、まあ、こんなことになっちゃうんですよ。もうすごいですよね。はい。では、この誘導関数を用いて最優秀推定を行って、いきますが、パラメータが2つあるので、それぞれのパラメータを変微分していく必要があるんですね。で、それでこの下の図ですね、こちら、二項分布の時と同様に対数誘導関数を変形していくんですよ。対数誘導をこういうふうに取って、まあ、要はログをつけるという形ですね。ログをつけてあげて、で、平均の最優推定を行って、で、その後に変微分が0になればいいので、最終的な形だけもう出しちゃいます。これちょっとさすがに計算書いていると時間がなくなってしまうので、最終的な形は、よいしょ。ちょっと見にくいですね。もう一度書き直しますね。よいしょ。最終的な形は、N 分の1の、シグマの N の、こうですね。XI。この形になるんです。じゃあ、分散の最優推定。分散の最優推定ですが、最優推定はどうなるかっていうと、こちらも同様に対数誘導関数の変微分を行います。で、ここの変微分が0になればいいので、できるかな、出せるかな、最終的な形だけ出しちゃいますね。ちょっと時間もない。XI のこうですね。できました。分散も、この形になるんです。で、これが正規分布の平均と分散における最優秀推定になります。ちょっとこっちもね、書いておきましょうか。こっちが、最優秀推定と。
よし、できました。こういった形になるんです。はい、このようにですね、二項分布の時の最優推定があったり、正規分布の時の最優推定が、ございますが、まあどちらもですね、まあ対数を取った誘導関数、まあ、こういったものを、活用する必要があるといったところでした。またあと変微分ですね、まあ、こういったところも重要になってきます。今日は以上です。